わかるかな。つまりね、君たちは偏差値の世界に来てたんですよ。それは不動の話がちょっと解決したけど、要するに、魔術が禁止された世界に、ここは違う。だから、感じるが数字や。数字の世界は何回ですよ、思い出したの、丸づくまりです。数字が分からない。よく分かる。その数字の戦いには、なぜそれが偏差値化するのか。例えば、どっちが進化すると、まずに100が進化、秋になったらその100が食べる。夏分の100から、丸ごといくんですか。しかも増えないんですけど、消耗する。だからまた、不満なんです。回転させて。ロスするなんで、食うからロスするの。売ったら別のものになるけど、まあ、土になる。基本。それを春夏秋冬にどうやって入れるんですかって時に、五行理論が出てくる。五行に一遍落とさんと、回転させる。回転させられるか、したら、春夏秋冬の中、滅亡しちゃう。そういうのが分かる前に、ね、階層理論、元素論における階層理論がね、分からないと、絶対偏差値主義になりますよ。数字が大きい方が勝ち。あるものは、防御率が数字が小さい方が勝ち。ね、なっちゃうでしょ。で、その世界面白かったって、誰も面白くないでしょ。それで誰かを管理して、ちょっと面白いと思いますよ。だけやろ。お前の金やろ、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 お前の金やろ。元素論を悪用するから、この偏差値の世界っていう牢獄があるのって聞いたことあるよ、みんな。で、結局この偏差値の世界を、季節4なんか、ほとんど考えないで、A 部門が仕切ってる。実は。そら、こんな、構造物。そうですね、バリバリ使ってるし、いろんな。そんな季節を考えてるよ、その。でも、そっちを考えるやったら、あんまり考えなくなりました、ちゅうな世界でもある。二人よりもその、環境変わらへんだけど、温度、温度、エアコンの温度とか。っていうか、押し切ってやるかね、何月だろうか、あっ。そっちが問題でしたね。季節4じゃないんですよ。何月だ。温度対策。高温対策。これも偏差値。それで A やつは、偏差値の世界には、私たちより計算早いし、生き残れるの。なんで、あったかい。気温あったかい。あったかいところに置いてある。暑すぎるところだと、暑いとストップしちゃう。寒すぎたら、寒い。理想的環境ね。昔テレビにゴキブリ入ったの？今、コンピューターにゴキブリは入られへん。ゴミとか、ゴミとか。ああ、入ったね。スマホ、ゴジャンとか、ノーって言うけど。そっちこそですね。液晶。そんな世界で、じゃあこっからこれ以上改良しようかっていうときに、偏差値文化の中で行ったら破滅すんの、誰でも想像つくやろ。まあ、環境対策の経済、むしろ利権の方が、ああ、そうだそうですね、かもしれない。歴史って確かにそんなもんかもしれませんねって、言われてみて、はっと気づきましたって、利権見るかもしれない。文系せやろうがって、文系の偏差値なんか。
系の偏差値が、まあ、理系っていろんな部分がある。専門性がある。理系って基本、文系分野全部できたから、全部会社が行われます。地獄やる、文系分野の。じゃあ、プロ野球だったらどうですか？ピッチャーだけ地獄になっちゃった。あとはそうだ。いろんなポジションがありますし、ピッチャーだけどうですか？キャッチャーを打つけど、偏差値管理側に入れる立場でもあるし、でしょ？じゃあ、うちは別に大してサッカーもないけど、高校の時かな。高校やった。あ、いつくらか忘れてた。もう、有名プロ野球選手の本人が同級生だったから。で、あと、中田入ってる、冠カップになってる選手が、引き抜かれてる。先生やってる。で、ミッドフィルダー氏名。なんでうちなんか。いや、それ。ちょっと前の前日、中山正明、よしに、安いで、お父さん、うちの小学の1年後輩のお父さん、中山家って、お手本の、で、金田さん、中央の、中山の陣、どっちもこの辺で、あれ、もう、お二人も、で、その事情言うて。なんで退去して帰ってきました。で、サロンかかったの中山先生でした。で、爽やかに言ったら、ええと。そうなんですよ。そこがそうってんじゃなくて。ミッドフィルダーのな、練習さん。いや、でも寒いし、寒いしね。ストレートミュージシャンなので、寒いのやったにやったのよ。そやけど、そのミッドフィールドの才能だけ獲得したらいいから、そういうことしやん。ミッドフィールドの偏差値なんか関係ないし。中田ハイノさんちゃうんだけど。